そうですね。実は、ストー全然6ぐらいありそうだった。はい。はい。やっぱり、全然かっこいいな。全然負けてるわ。いや、やっぱ髪型は全然スキンシーだからいいな。髪ね、普通に喋りましょう、なんか、はい、カメラ気にせず、はいはい、でさっきその、カズ君は有名になりたいみたいな話をしてて、ダンサーとかお笑い芸人を目指してたけど、今は、まあ、その道はちょっと今のところちょっとあれなんだけど、ダンサーとかお笑い芸人でも同じジャンルというか、その有名になりたいっていう思惑の中で、この YouTube とか Twitter で今ファンの人もたくさんついて、まあ、応援してくる人もいっぱいいて、これ伸ばしたいよねみたいな話をしてました、はい、そうだね、ヒョッピーさん的にはその、まあ、どういう仕事したいんですか、その将来的には。僕はプリンターになって、女の子と毎日遊びたいあんまりそういうのはないですね。そういうのはないとか言われると、そういうのないのに有名になったんじゃ、めっちゃ怒られますけど、でもあんまり有名になりたい欲はあんまり僕の場合はなくて、はい、まあ、なんか毎日女の子と遊びたいなと思って、仕事はあんまりすぐ行きたくないんで、アルバイトしたいなっていう。なるほど。なんだろう、コールセンターとか、うん、何でもいいですけど、コンビニでもいいし、だからまたリゾートバイト前してたんですけど、そうですそうです。ちょっとやりたいなと思ってて、あ、そうなの。どこで？僕前は宮古島にいました。すげえ。え、あれですか？海の家みたいな。海の家、僕はまあホテル、100室ぐらいあるホテルで、普通にフロントをしてました、ね。そうなんだ。フロントで、なんか普通にあれじゃないですか、出会いはありそうですね、いっぱいな。あります、あります、全然ありますよ。普通になんか前の歯黄色い状態でしたけど、なんか普通に女の子がご飯行ったりしたんで。実はもう卒業してるんじゃないですか。実は卒業してないです。卒業してないです、マジですか。めっちゃなんかあれじゃないですか、リア充っていうか、あれじゃないですか、陽キャじゃないですか、リゾート前に。そうですね、宮古島は陽キャばっかりして、そのリゾートバイトもいろんな場所があって、多分その普通に緑あふれる、うん、山奥みたいなところだと、はい、そんな陽キャばっかりいないんですけど、はい、多分スキー場とか、あと宮古島とかはもうお客さんとかもそうです、陽キャばっかり。そうなんだ。チャラい会社の社員旅行とか、はい、あとなんだろうな、チャラい会社の社員旅行とか、まあ、あとなんだろう、まあ、ギャルとヤンキーのカップルみたいなよく聞きましたね。そう、お客さんでも、やりまんとかに誘われたいしな、とかありそうですね。やるところまではちょっと行かなかったですね。ありそうですよね、いろいろな、うん、ゾバって、結婚してやってみたいんですよ、実は。あ、そうなんだ、はい、それは何でですか。なんか、単純に面白そうっていうのと、リゾート地が好きっていうのと、なんか卒業できそうだなみたいな。東京よりも自然が好きですね。そうそう、なんかリゾートのなんかテンションで卒業させてくれる人がいるんじゃないかっていう。ああ、出会いがある。そうそう、そういうのがあってちょっとやってみたいなと思います。思います。思います。そうなんですよ。でもリゾートバイトって会社によっては自分に男女比が見れるんですよ。マジですか。見えるところがあって、うん、それを見ていけば離れないですよね、たぶん。まあ、派遣会社によっては、男女比合法ですよとか、てか、その、書いてあるんで、別に。とか、そうですね、それを見て、女子が多いところを行けば、なるほど、当たるみたいな。なんかみんな男全員それ見てるのって、みんな女子多いとこに殺到してたね。まああとは別に同じ会社じゃなくても、なんか合コンみたいなのもあったりで、もあったというか、普通にその宮古島の町コンみたいなのがあったんで、僕は行かなかったんですけど、めっちゃ楽しそう。そうなんですよ、全然そういうとこ行ってます。
いいっすね。女子が行ってますね、ちなみに僕の会社は。何女子が出会いがないかなとか言って。絶対女子じゃ絶対あるよね、いや、こちらに。いや、どうなんだろう。お客さんからもね、口説かれ放題だ。あ、お客さんは結構面倒くさい人、ね、おじさんとかがめっちゃ絡んでくるみたいな、私は。で、おじさんになりたくないですね、正直に。そうですよ。怖いですね、なんか。絶対おじさんになっても、性欲って衰えないじゃないですか。ああ、確かに。だから、そうなんだ。本当に年取るのは怖くて、年々。あ、そうなんですか。そうなんだ。そうですよ、なんか。逆に怖くないですか、年取るの。僕は、でもなんかいろんな人考えまくりあって、やっぱもう、それなりに経験ある人って、もう飽きてるんですよ、その遊びに。そうなんですか。だから僕もいずれそうなれるかな、みたいな。なんか、どうなんですかね、やっぱ。だからなんか、お腹が空いてる時に、まずいご飯でもめっちゃ食べたいじゃないですか、喉が、クッてなんで、喉が。あ、そういうことか。でももうお腹いっぱいだったら、高級イタリアンでも食べたくないんですよ。あ、そういうことか。そのもうナンパ界隈とかでもうだから通算500ゲットとかしてる人とかだともうだいぶ飽きてるんですよね。そうなんだ。もうお腹いっぱいだわみたいな、早く結婚してみたいな、結婚して落ち着きたいみたいな、結婚して落ち着きたいとか、そういう人いるんだ。とかもうナンパはもう飽きたから仕事を頑張りたいとか他のこと頑張りたいとか、そう言ってる人も結構あったんで、そうなるんですか。まあできたらそうなりたいですね。なんかおじさんになってまでなんか頑張ってナンパしてっていう将来はちょっと嫌だなって思ってて、なんかそうで風俗通ったりとかっていうのがちょっと、でもなんか今のままだとそうなりそうでちょっと怖いんですよ、本当に。あ、それで危機感持って動いてる。そうですね。パパ活に手出したりとかなんかしちゃうんじゃないかなってちょっと思っちゃってて、それを打開するためにちょっと頑張ってるんですけど。あ、見えちゃったんだ。このまま会社と家を往復してたら30歳でも、はい、うまく成功しないナンパおじさんになって40代で風俗街おじさんになるみたいな、そうそう、完全に見えちゃったんだ。お金だけはあるけど全然モテなくて、あ、風俗とかパパ活とかやって、あ、なるほど、そういうの満たしてみたいな。あ、ナンパ活、パパ活とか風俗のおじさんみたいな、そういうの未来が見えてましたね、今の会社員の時結構。なるほどなるほど、はい、やっとちょっと未来変えれそうかなって思えるよね、ちょっと悩ました最近は、はい、そうですね、なんか、そうですね、今その不安のことみたいな。あー、でもまだありますね、結構。まだあるね、パパ活おじさんになったらどうしよう。まあ、街とかでパパ活っぽいいるじゃないですか、おじさんと若い女の子歩いてるみたいな、そういうの見てなんか結構バカにする人多いじゃないですか。僕はちょっとバカにできなくて、あの将来僕もああいう風になってるんじゃないかって本当に危機感があって、だからもうそうですね、逆にそういうパパ活っぽい2人を見てモチベーション上がるとかありますね、今頑張んなきゃみたいなのがあって、そうなんですよね。